察白根山噴火菅義偉長官危機管理センターで情報収集ゴンドラ乗客4人が負傷。政府は23日午前群馬県の草津白根山が噴火したとの情報を受け、首相官邸の危機管理センターに官邸連絡室を設置した。菅義偉官房長官は同日午前の記者会見で